こんにちは、フォトグラファーのモロンノンです。今回は出張や旅行が非常に多いフォトグラファーモロンノンの旅のねパッキング動画ということで、私が使っているおすすめのキャリーケースや旅行便利グッズをねたくさんご紹介していきたいなと思います。前回こちらの動画で無印のおすすめ便利グッズをねご紹介したんですけど、その動画がありがたいことに超好評で、パッキング動画も見たいです、他のアイテムも知りたいですっていう声がすごく多かったので、こちらでご紹介していきます。過去の動画で被るのもあるんですけど、できるだけ被らない、まだ出してなかった本当におすすめのアイテム山盛りなので、ぜひご覧ください。ちなみに今回私はシンガポールに一人旅で2泊3日で来ています。で、今日実は最終日なんですよ。今日の夜発の飛行機で帰るので、旅行先のホテルのパッキング動画という形になります。では1つ目、こちらロジェルって読むのかな、いつもちょっと読み方が分かんないですけど、このロジェルっていうところのキャリーケースを私は愛用しています。ソフトタイプになるので、このファスナーでねこの開け閉めがあるのですが、これすごくいいのが、なんとここでパカンって開くから、普通ってキャリーケースこの真ん中でジーって開けてよっこいしょってこう開けるじゃないですか。でもああするとなんか空港の飛行機直前で、あ、ちょっと荷物整理したいなとか、飛行機に乗らなくても新幹線でパソコンだけリュックに入れると重いからキャリーケースに入れてて、そのパソコンだけ取り出したいですとか、あ、ちょっと歯ブラシだけ今取り出したいなっていう時にバタンって下ろして、よっこいしょって場所たくさん取って開けずとも、もうねこうやって席の間に立てたままこうやったらすぐにサッて取れるんですよね。このサッて取れるところもここにねたくさんポケットがついてるので、ここにパソコン入れて、13インチのパソコンで多分15インチも入るはずで、ここに結構マスクとか湿布とか常備薬系を入れて、ハンカチとかティッシュとかをここに入れてるっていう感じかな。で、ここはこんな感じですね。一応この荷物をキュッてできるやつもあるんですけど、私はあんまり使ってないです。で、ここにもねポケットとかがあるので、なんかエアタグとか入れるときはねこういうところに入れています。地味に推しなのがこのタイヤ部分が二輪っていうんですかね、一輪じゃなくて二輪だから、すごく中身重たくってもキャリーケースを引くときにもすごい軽いし、回転とかも、ね、すっごいしやすいんです。もうこの2つのね二輪のやつを使っちゃうと、もう一輪のやつがすごい逆にストレスになっちゃいました。本当にこれはおすすめです。私おすすめすぎて、これのもう一個大きい方のサイズのピンクバージョンもね持っています。最近結構これ使ってる方多いから、なので私は自分のものって分かるようにちょっとパンダのシール貼ったり、なんかこういういただき物のタグみたいのをつけています。じゃあパッキングちょっとやっていきます。まず最初におすすめしたいのが、なんとなんとじゃじゃん、こちらです。旅トラの服をね収納する吊るせるケースです。これ一時期人気すぎてマジで在庫なかったんですけど、しばらくねウォッチしてて、これだって在庫が来た時に急いで買いました。すごいいいのが、ここにまあポンポンポンって服を入れられるし、でそれを入れてここにね吊るせるんですよ。だから家で例えば1日目2日目3日目みたいな感じでパッキングをして、それをもうここにポンってホテルに着いたらかけるだけで、もうマイ衣装棚が完成しちゃうんですね。これこれをじゃあ取り外していくんですけど、ここを閉じるところカッチャンコして、まあ、今回ねシンガポールはすごい暑いので夏服だから、そもそもそんなカツワバってないんですけど、まあ、ちょっと閉めて、ここを裏返して蓋を閉じてファスナーするだけ。これでね衣装棚兼圧縮袋としての役割も果たしてくれます。まあ、今回はねちょっと夏だし日数も少ないから、そこまでキューっていう風になってないかもしれないんですけど、結構冬とかもね頑張ってこうキューってやってセーターとか圧縮したらかなりちっちゃくなるので、これはね本当にめちゃくちゃ買ってよかったです。色も何個かあるんですけど、やっぱりねこのちょっとベージュ色が一番なんか派手じゃなくって個人的にはおすすめです。これをまずポコンと入れます。やっぱね服が一番かさばるのでね。で、服系だと次おすすめなのがこれです。洗濯ネットなんですけど、ちょっと概要説明欄に入れておきます。この洗濯ネットいっぱいここに靴下とかなんか下着とかなんかワンピースとかいろんな絵が描かれているやつが何種類かあるんですよ。私もこれ1年くらい、もっと愛用してるか2年くらい愛用してて、家の洗濯でも使ってるやつなんですけど、なんかこういう旅とかに来ると、今服に関してはこっちの旅トラの方に入れてるんですけど、シル
種類別にこうパッキングするときに何をどこに入れたか分かんなくなるってことありますよね。でもこれにも綺麗なものを入れておけば中身を確認せずともアクセスできるので、これかなり使ってます。ちょっと今回のシンガポール旅の直前にまた別の撮影があったので、ちょっとねそっちで結構着終わった汚れた衣類をそっちでもう家に着いたらすぐに洗濯機にぶち込めるようで使っちゃってるから、今回ちょっとこの靴下用のやつしか持ってきてないんですけど、いつもはそっちに着終わった服とかもこれ全部また予備のやつに入れて家に帰ったらもう洗濯機にいる感じですね。かなり頑丈なので全然壊れない、まあ、服関連で言うと無印のこちらも同じですかね。そのまま洗える洗濯ポーチだったかな。 S と ML、 私がお店で見た時は2種類のサイズがあって、確か大きい方を買ってたはずなんですけど、意外とそこまで大きくなかったという印象かな。こちらに肌着とかね来る時にもちろん衣類とか T シャツとか入れといてもいいですし、着終わった後のやつをもうそのままね洗濯機に入れればいいように無印でやっぱり重宝しているやつですね。まあ私こっちを今まで使ってるので、まあ、どんな問題とちょっと試しに買ってみたっていう感じなんですけど、悪くはないんだけど、もう無印ラバーの方だったら絶対おすすめです。ただ結構1万あたり千数百円とかしたと思うので、結構割高だなっていう印象はあるので、プレゼントとかでは喜ばれると思うんですけど、自分用で結構出張が多い身としては4個とかを欲しいから、4個洗濯ネットに1つ千数百円出すかっていうとちょっと悩みどころですが、物としては絶対におすすめです。結構ね中身も見えにくいのでいい感じ。そしてこちら、これもね無印の化粧ポーチかな、自立するやつです。最近買ってすごい良かったです。メイク用品を全部私はこれに入れてます。日焼け止めとか、前まで適当になんかいただけ物のノベルティのポーチを使ってたんですけど、だいぶねなんか逆に中身がちょっとゆとりがありすぎてスカスカで、中でこうアイシャドウとかがぐちゃぐちゃになっちゃうっていう事件が起きたので、悲しいそういう事故を減らすために無印でねこの前これ買いました。サイズ的にはすごいコンパクトで自立するのが一番いいかも。で結構中にもポケットもついてるから、なんかアイシャドウとかアイライナーとかね、そういうところに収納しています。ただこれもね無印すごい手触りいいし好きなんですけど、この前女友達がこれよりもうちょっと一回り大きくてもう似たような自立するデザインのやつを持っていて Amazon で見つけたんですけど、いや私はかなりメイク道具多いのでこれじゃ入らないかもっていう人は、そのね一回り大きい方があったのでそっちも良いと思います。概要説明欄に入れておきます。でなんといってもやっぱりメイク道具ときたら基礎化粧品類ですね。着脱できる吊るせる収納ポーチということで、こちらちょっと中ごちゃごちゃしすぎてお見せするのが恥ずかしいんですけど、ここにコンタクトと櫛を入れて、ここに化粧水とかクリームとかを入れて、ここに洗顔とかクレンジングを入れています。着脱できるのでここがねパンと外せて、この部分だけ例えば大浴場とかがあるとこだったらここだけ持って行ってお風呂場の中に入れる。で濡れたらもうここねタオルかけんとこにこうかけておけばもう翌日には乾いているので、もう使いすぎてちょっとだいぶ年季が入っちゃってるしちょっとお恥ずかしいんですけど、これをめちゃくちゃヘビロテしています。色とかもね黒いやつがなんかあるみたいだから、なんか黒の方がシュッとしてて可愛いかも。でまあ私は目が悪いのでコンタクトと一緒にメガネケースを入れて、今回シンガポールはね結構スコールがある国なのですごい軽量な折りたたみ傘を入れています。これでね 180g だったかな。これはもうすっごい前に4年前くらいにセブンイレブンで急遽買ったすごいコンパクトな傘なんですけど、珍しく結構私傘とかすぐなくしがちなんですけど、この子はね軽いからちっちゃいバッグとかにもさって入るし、なんかどっかに電車とかでこう置いとくっていうこともないから珍しくなくさずにね壊れずに頑丈で今でも健在です。で無印関連で言うとやっぱりね買ってよかったです。本当にこれ歯ブラシケースなんですけどメッシュなんですよね。だから歯ブラシって使った後結構濡れてて、またそれ濡れたやつをプラスチックのケースの中に入れるのちょっと嫌じゃないですかっていうので、コンパクトだし、まあ、濡れててもねこれに入れておけば乾かすあずともこれのままね置いておけば翌朝乾いてるし、朝使ってもまあある程度ねティッシュとかでオフしておけば、まあ、他の荷物が濡れるっていうこともないので、まああと無印で言うとこちらかな。前回紹介したやつグレーだったんですけど、私撮影スタジオに多分ね忘れてきちゃいまして、すごい悲しいことにちょっとまた行くのもめんどくさいスタジオさんだったからもう新しく買って、なんか最近このオレンジとかブルーとかもっと可愛い色が出ていたので、このオレンジのケースを買いました。これでもうね中身も開けずとも見えるし、何がどこにあるか分かるし、すっごいこれ頑丈なんですよね。
だからここに充電ケーブル類とかを全部ガサッと入れています。基本的にはそれくらいかな。あと旅行でおすすめなのは今私が着ているユニクロの UV カットパーカーです。もう夏とかだとこれを必須ですね。飛行機とかね、暑い国だとね寒かったりするので、ちょっと肌寒い時にこうパッて着れるし、外で着ていても UV カットになるので良いですね。あと個人的に飛行機に乗る時なんですけど、皆さんスリッパとかネックピローを持って行ってないですか？私個人的にはあれなくてもいいと思っていて、なぜならまあ時期とか行く国にもよるけど、スリッパをわざわざ持っていくなら私は結構ねサンダルを持って行っちゃいます。今ちょっと履いてるんですけど、サンダルとかでちょっと緩めたりしたらね飛行機の中でも快適だし、海外のホテルとかだとねスリッパないところが多いんですけど、まあなんかこうわざわざスリッパのためにねこの貴重なスペース使うくらいなら、なんかサンダルでそのままずっと履けるやつが個人的にはいいなって思って、最近はもう、まあ、よっぽど冬とかじゃなければ結構サンダルとか B さんみたいな楽なやつは結構持っていくかもしれないです。あとここからは結構便利グッズの紹介ですね。便利グッズ、私が持っていく便利グッズ的なところで言うと、私は飛行機用の便利グッズをこのミレストロンのねポーチに入れてます。結構クッション性があってすごく気に入っているんですけど、この中にアイマスク、もうね旅行先絶対どこでも持っていきます。新幹線の中でも飛行機の中でも、もう本当にホテル寝る時とかでもねこのアイマスクつけてます。通気性もよくってかなりねクッション性がいいんですよ。でここ目のとこが圧迫されないから、結構女性の方とかマツエクしてる方とかね、あの寝てる時って眼球運動こう動いてたりするので、それをね圧迫しないっていうのと、鼻の部分もこれちょっとモフッとしたところが出てるので鼻からの光もこう差し込まない、これをつけるだけでねかなり安眠具合が変わります。あとは耳栓ですね。私この前回のこの直前の旅でちょっと耳栓なくしちゃって、もうなんか耳栓ってすぐなくなるんですよ。私もう何個なくしてんだろうっていうくらいなんですけど、このアイマスクを買ったら確かついてきた耳栓がふかふかのあったからそれ使ってたんですけど、なんかねあの宿でこういつも寝るときに結構ホテルの通路の音と か、 なんかキャンプ場とかだと朝の鳥の鳴き声とかエレベーターの音とか結構ね意外と音してそれで起きちゃうっていうことよく私はあるんですけど、なので寝るときや移動中とかでも結構ね飛行機のちょっとした些細なホワイトノイズの音とかもちょっとずっと聞いてる疲れちゃう感じがするので耳栓をしていますが、この前宿でね朝起きたらなぜか片っぽなくなっちゃってて、ちょっと急遽空港で別の耳栓を買ったので今これをこの旅では使っていました。一応これはね羽田空港のコンビニで買ったやつなんですけど、飛行機のノイズだけじゃなく気圧とかも緩和してくれるっていうやつなんですけど、ただねちょっとねいかつくって紐もあるからなくさないんですけど、寝てる時にちょっとこれつけてるとまとわりついてくる感じがなんかちょっと怖いので、ちょっとねまた耳栓は手に入れたいなと思います。この中にウェットティッシュとかハンカチとか細々した常備薬とかを入れて、飛行機用のバッグにこれはいつも入れていますね。空港でなので直前でこれを手荷物に入れ替えるっていう感じ。あとは、まあ、常備薬というか、まあ、これはサプリですね。マルチビタミン、チョコラ BB、まあ、旅行先だとねビタミンがちょっと不足しがちなので、それを補うためのサプリを持って行ってます。無印のピルケースです。で便利グッズで言うと結構おすすめしたいのがこれです。休息時間足すっきりシート休息時間と休息時間ツボ刺激ジェルシート、これ結構あの旅で持っていくんですけど、本当ねやっぱ旅ってすごく歩くじゃないですか、日常よりも。だし結構気疲れとかしてることが多いので、少しでもその回復を早めるためにこの休息時間を使って足の疲れを取ってあげています。特におすすめしたいのがこのツボ刺激シートです。これねなんとシートにこうやって見えますトゲトゲしたデコボコがついてるんですよ。これを足の裏にピタッて貼ってあげるとなんか本当にツボが刺激されてるみたいな感じで結構ね食い込むんですけど、それがまあなんか足ツボマッサージほどはいかないけど結構痛気持ちいい感じがして私はすごくお気に入りです。自宅にこれはね両方とも絶対に常備してあります。毎日毎晩使うっていうわけじゃないので、旅のまあ日数の3分の1とか半分くらいの量を持って行って使っているかな。
ちょっと残ったから飛行機で使おうかな。あと飛行機とかってすごい乾燥するのでマスクは絶対持っていきます。なんなら使う分をこのミレストの飛行機用のやつに1枚入れといて忘れないようにしていますね。今入れといちゃおう。あとそれでもやっぱ喉がこう乾燥してなんかちょっと咳込んじゃうことってあると思うんですよ。それを回避するために喉飴もなんか龍角散とかね適当なものをこう入れておきます。あと歯ブラシだ。今回夜に飛ぶから歯ブラシも全部この機内用ポーチ詰め込みます。これで完璧な機内ポーチセットが完了しました。あとは飛行機だとメガネとかかな。であと便利グッズなんですけど、まあ、旅なのでね変換プラグ、海外だとねプラグが違ったりするのでそういったプラグを変えるやつも持って行ってます。これは多分家電量販店で適当に買ったやつなんですけど、もうね全部オールインワンで全てこれ一つで済ましてくれるようなタイプが基本的には売っていて、それこそ無印とかでももっと可愛いのがシュッとしたやつが売っています。これで、まあ、一応2個持って行ってるけど、まあ1個でも全然いいかな。これは確か Amazon で買ったはず。 URL 載せておきます。あったら便利アイテムで強く推したいのが国内外で私は必ず旅行行くときにこのね延長コード兼タコ足を持って行ってます。これも Amazon で買いました。普通に挿せるコンセントと USB-A のタイプのやつが入ったやつですね。やっぱ枕元とかに、まあ、最近の新しいホテルだったらだいたい充電ケーブル線のとこあると思うんですけど、結構古い宿とか大部屋とかだったりするとちょっと遠かったりするし、たくさん人がいるのに対してコンセントが足りないみたいなことはあるので、私はカメラマンフォトグラファーとしていっぱい機材を充電するので使いたいのでこれを持って行ってます。でね、海外だと便利なのがこのもう変圧器とかも全部内蔵されている充電ケーブルっていうのがね結構あるので、あんまり変圧器とか持ち歩きたくないから私はこういう100から240ボルトまで対応するコンセント部分を愛用しています。なんかでもこれちょっと適当に買ったやつで2つしかないから、アンカーでね友達がこの前持ってたやつがもう1個タイプ C の方かな、ケーブルの挿せるところが多くっていいなって思ったので、ちょっと次それポチって買いたいと思います。で、まあ無印のトラベル用財布、すられてもいい、あんまりお金持ってませんよ的なポーチと、ワンピースの下とかにこれ中入れて貴重品パスポートとか予備のクレジットカード、予備の現金とかを入れておくためのポーチですね。詳しくは過去の動画をご覧ください。まあ、シンガポールはすごい治安がいいのであんまりスリとか過敏になる必要はない気がしたんですけど、一応ね撮影中とかに気を抜いてるとさっと捉えちゃうこともあるかもしれないので一応持ってきています。そんな感じかな。 あともう一個だけ、このリュックのここについてるこれ見えますかね、肩びらっていうんですかね、結構バックパッカーさんとか登山する人がよくつけてるやつなんですけど、これも Amazon で買ったやつで、これを1個つけておくとここに例えば私は結構帽子をよくかぶるので帽子を使わない時に紐とかこういうタグとかをここにつけてなくさないようにさっと取り出せるようにつけています。ちなみにこの帽子はゴアテックスっていう雨風を通さない生地なのでザ・ノースフェイスの帽子なんですけど、紫外線もまあ普通に物理的にある程度眩しい時カットしてくれるし、雨を通さないからシンガポールとかバンコクみたいなスコールがある国とかだとちょっと軽く雨がっぱ代わりにもなってくれますね。結構写真撮りたいからあんまり傘できるだけ持ちたくないので、まあ、ちょっと小雨程度だったらねこれで気にせずに使えるから重宝しています。白結構汚れるかなって思ったんですけど全然そんなことなくって、一回中性洗剤でちょっと薄汚れたかなっていうタイミングでね優しく洗ったりしたら見事復活してくれましたので、この子はすごくお気に入りです。もうちょっとねツバが広いとなんか紫外線とかもねカットしてくれるのかなって思いつつ、でもなんかこのサイズがなんか収まりがいい気がしてお気に入りです。はい、そんな感じですかね。全部入ったよな。パソコンだ。あとパソコンをキャリーの中に入れて、よいしょ、はい、パッキングできました。これもちろんここの街の幅とかも変えられるので最終日なのでねパンパンなのでここ開けて大きくしております。はい、という形でいかがでした
という形でいかがでしたでしょうか。フォトグラファーモロンノンのパッティング動画でした。少しでもいいなと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントなどぜひぜひお待ちしております。もう皆様のコメントがね、私のやる気モチベーションになるので、本当に全部コメントを読ませていただいてます。いつもありがとうございます。こんな感じで私は写真の撮り方やおすすめ旅先の動画を YouTube で紹介しておりますので、ぜひよかったらチャンネル登録、インスタグラムなどチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。フォトグラファーのモロンノンでした。